業オタク、まゆぴぴです。はい、ということで今日は、ヒナリイコールジョイさんの新曲、超孤独ライオンのミュージックビデオがアップされたということで、そちらのリアクション動画を撮っていきたいと思います。私のチャンネルでは、女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、スタート！はい、ということで、本日見ていく超孤独ライオンのミュージックビデオは、この動画の概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ一緒に見ながら楽しんでいってください。ちょっと待って、待って、いきなりやばい。何これかっこいい。レナンちゃん覚醒してるよね。めっちゃかっこいいダンス。もうライオンじゃん、みんな。すご。おぉ。はいつくばってこっち見る君は？なんかかっこいいな、この曲。こうなんあったん。あゆみさん？あー、美しい街で。あー、それじゃ届かない。めっちゃいいじゃん、これ叫べる。最高。おいって。待って。かっこいい。ナンバー？いやー、関西弁。喉切り裂き？結構やばいな。あゆみちゃん。うまい。やっぱうまい。待って、やばい声出ちゃった。恥ずかしい。待って、今、ちょっと待って。やばい。巻き戻したい。あら？あいちゃん？なにこれ、ダンスかわいい。ライオンじゃん！美しい。はい、みんなアップ美しい。風吹いてる。後ろにゴミ。やばくない？待って、関西弁めっちゃ出てきたよね。やばい。すごい。本当に、ちょっとゴリゴリの声が出ちゃう。ちょっと今日。やばい。無料なしでもない。なんかいいね、こういう歌詞。そうでしょって。ちょっと、いつもと雰囲気違くない？ゆうかさん。歌うまいわ、やっぱ。今、アリスちゃん可愛かった。ねえ。博多弁じゃん。あゆみちゃん。ゆうかちゃん。待とうよ。かわいい博多弁。あおいちゃん。あおいちゃん。スーパーあおいタイム。コナーちゃん。かっこよくないこの曲。邪魔っちゃけどって言うんだ。かわいい。全然。もう大分弁と違う。かっこいい。超最強ライオン。かつ感覚に植えろ。かっこいいな。わぁ。ちょっと待って、言葉が出ないかも。ちょっと待って、言葉が出なくなってきた。どうしよう。リアクション動画としては0点かも。赤く光るのもかっこいいね。どこで撮ってんのこれ。なんか前さ、欅坂、サイレントマジョリティか、なんかこんな感じの場所で撮ってなかったっけ？違ったっけ？ダンスシーンやば。ニアジョイちゃんは踊れる子たちなので？やば。血の味。出た。イコラブちゃんの歌詞にも出てきた。血。なんかちょっと、いつものサシコちゃんの歌詞の感じと違うね。着根源。めっちゃいい声。ニコちゃん？笑わせんなよ、だって。おいちゃん。ダンスでも可愛いとこもあるね、こういう。こういうのもあるけど。制服っぽい感じなのかな？おしゃれさんかな？かっこよすぎだよ、本当に。待っ
ってやば、あ、旗持ってるし、あ、これもうあれだね、ジャケ写になるね。え、プロデュースドバイリノー指原、信頼の指子ちゃん。はい、ということで、ただいま、私ちょっと、言葉を失いました。皆さんいかがでしたか？超孤独ライオン。正直ね、予想をはるかになんか超えてきたっていう感想が正しいのかなっていうぐらい、めちゃくちゃかっこよかったですね。ニアジュイちゃんの今までの、わーあああああのイメージから一転して、この激しさ、とあと途中気づきましたよね、皆さん。セリフのところがあって、私セリフ大好き人間なんですけど、関西弁と博多弁が出てきて、え、ちょっと待って、関西弁と博多弁は混ぜるのは危険じゃなかったっけみたいなちょっと思っちゃったんですけど、それがこううまいことミックスされていて、多分そのね、地域出身のメンバーがセリフを言うっていうのが、これは方言好きにもたまりませんし、ちょっとびっくりですね、本当に。なんかちょうどさ、ルセラのさ、アンチフラジャイルがさ、なんか、私はライオンだ、みたいな。それはちょっと言い過ぎだけど、ライオンです、みたいな。振り付けだったり、歌詞もそんな感じのね、内容が入ってて、なんか女子なのに、ライオンとか言っちゃうとことか、なんかこういう振り付けとか、いけてるなって、なんか今時だし、かっこいいな、っていうふうに思ってたんです。で、今回、ニアジュイちゃんの楽曲で、このライオンをね、モチーフとした曲が、また全然その韓国の楽曲とはまた違う、もう日本のアイドルの楽曲なんですけど、すごくこうロックな感じで仕上がっていたのと、しっかりみんなが制服みたいな感じのモチーフの衣装で歌ってたのが、この日本らしさっていうのを大切にしているなってすごく思って、本当にびっくりしました。本当にセリフだけでも嬉しい、ごちそうさまですっていう感じなんですけど、やばかったですね。歌詞も結構攻め系だったのと、あと今までのやっぱりさしこちゃんの歌詞調とちょっと違う雰囲気があって、まあ、特に私イコラブちゃんの曲をねめちゃくちゃ聴いてるんですけど、イコラブちゃんの楽曲って恋愛の曲が初期から多かったと思うんですよね。だけどニアジュイちゃんの今回のこの超孤独ライオンってなんか人生観を歌ってるのかな。そしてよく出てくるこうワード血とかね、勝者とか、まあ、勝ち負けとかよくあると思うんで、勝ちっていう言葉がまた勝者として出てきてたんですけど、その勝者は君だってことで、君が勝った。なんか僕の勝ちみたいな歌詞が、僕とは言わないんですけど、私たち大優勝みたいな雰囲気の曲が、いい意味でですよ、もちろん。いっぱいあって自己肯定感上げ上げみたいな曲が多かったと思う中で、勝者君だでね、最後君が勝つっていう、またこれもね新しいんじゃないかななんて思いながら、ちょ本当に衝撃的な一曲でした。てか運営さんもっと早くから教えてよって感じ。私ちょっとこの時間帯にちょうど YouTube を見ることができる状況じゃなかったんですよね。だからショールームで配信していて、皆さんに教えていただいて、もう今すぐ見て、今すぐ見てっていうことで、今ショールーム配信中なんですよ配信中なのに、こう公開収録みたいな形でね撮らせていただいてるんですけれども、本当にびっくりドッキリ、ハロウィンどころの騒ぎじゃないですよね。私の明日一日見る動画が決まりました。振り付けもクリエイトボーイさんがねされているということで、もうちょっとこうライオンっぽい振り付けだったり、あとちょっとなんか可愛いこういうところ、なんかこんな感じの振りありましたよね。ちゃんと可愛らしい感じの振り付けもありつつの、その攻めの体勢っていうのが新しいかっこよさやなっていう風にすごく思いました。はい、ということで今日はニアリーイコールジョイさんの超孤独ライオンを見ていきましたが、皆さんはいかがでしたか？この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。まゆぴぴでした。バイバーイ。